分が、まあ、正直かなり上のレベルにいると思う、思うと思うんだけど、自分的にはどう感じてる、ここでプレイしてることに対して。正直な話、うん、本当はもっとちょっと上のレベルでやりたいっていうのが、うん、です、ただ僕このメンバー好きですし、うん、そのメンバーと一緒に強くなりたいっていう気持ちが一番強いから、うまい選手とやるっていうよりはこのメンバーと一緒に僕は強くなりたいっていうのがあるので、入った初期は、うん、基準が僕より低かったので、なんでこううまいこといかないことが多くて、ちょっと個人的に悩むことが多かったのが多いです。周りのレベルが低いってことだよね、はい、でも最近はもう自分が周りに合わせて一緒に成長していくっていう方向に自分は変えていってるんで、もっとレベル質高いところでやりたいっていうのは最近そんなに、まあ、本音の部分ではあるけど、はい、今一見実をしっかり生きるためにみんなを底上げするためにその一端を担うようにしてるってことだよね。昨日見てて最後終わってその文句を言うっていう話をしたのが、はい、あれが試合を、まあ、いい時って、はい、まあ、例えば今日みたいに最後勝って気持ちよく終わって、昨日もトップの A の方は勝って気持ちよくて、その時っていい声って出るんですよ、はい、で、中も走ってる時もすげえいい声出してたし、はい、ゲーム中もいい声出してて、でもうまくいってない時にミスに絡んだ選手を攻めたところがもう昔の自分を見てるみたいで、はい、やっぱりそれがタカの良さなんだよ。絶対にそれは良さだから、これは否定、人間性を否定してるわけでは全然なくて、だからこそタカはこのパフォーマンスを見せてるわけで、やっぱりそのこの知名度を得てるわけで、やっぱり他の選手とは一線を隠す実力を俺にも気づかせてくれるから、その性格っていうのはすごく俺は勝ってるし、やっぱりフォワードとして絶対必要な資質だから、それは大事にしてほしいし、変える必要は全然ないと、俺もいろんなクラブにいながらすごい調子になってゴール取れるのは自分のおかげだと思ったり、いや全てのゴールを自分が取りたいと思ったし、超エゴイストで、でゴール取ってもアシストにしてるやしてくれたやつもこれは行かないし、多分一人で喜んでただけだし、30超えてキャプテンになった時もさ、もう調子に乗って練習中文句言いまくって、試合も練習中文句もこうしろこうしろって言ってさ、最後は俺一人になったんだよ。一人になって、まあ、元々そのクラブにいた選手たちみんなに悪口言われて、もう派閥みたいになって、でチームが荒れて、でそんなチーム勝てるわけないよね、客観的に見てて。でもタカはもう全然俺とは違う、もう全部よっぽど人間できてるし、でもストライカーとしての資質と性格をうまく使いこなせてるっていう、駆使できてるっていう印象なんだけど、昨日の文句みたいのをできるだけなくしたら、正直じゃあたとえキャリアがあって俺にね、でそういうキャリアがあるプレイヤーと一緒にしました、でそいつがうざいやつだったら、キャリアがあるプレイとかどうでもよくて、そいつがうざいやつなんだよ。だから自分が A で出てるんだったら B の選手たちに絶対敬意を持ってほしい、絶対にリスペクトを持ってほしいし、 B の選手たちはそこが A の背中を見て食らいついていくし、だから声のかけ方はみんながタカを見てる、タカの一言一言を見てる、で悪いこと言っても誰も文句が言えないんだよ。だからこそ自分の中で兜の尾を締めて、ちゃんとベルトをきつく締めて謙虚にいなかったっていう、昔から言われてるじゃん、監督とかにさ、感謝をすること、謙虚にいること、でもこれさ生きていくうちに忘れちゃうよね、自分が調子がいいときはさ忘れちゃうじゃん、謙虚にいなきゃって。ちょっと俺の失敗を先に教えること、伝えることによって自分の中でちょっと調整してくれたらいいかなと思って、うん、ちょっと呼んで話してみたらどう、はい、最近はあんまり言わないようにはしてたんですけど、どうしてもフラストレーションが溜まっていると出ちゃうっていうのはまだ自分の悪いところで、僕もトップレベルではやってないんで、言ったら僕も落ちこぼれの身なんで、下から這い上がりたいっていう気持ちがあって、でもそれに対してみんながベクトルが合わなかった時はなんか自分だけ突っ走ってんなっていうところがあるんで、まあそういうところはやっぱ僕もみんなにみんなに合わせていくのも必要やし、僕は点取ったらみんなのおかげやと思いますし、僕が試合中に思ってることは自分がエゴイストで点取るっていうよりもチームを勝たせるプレーをするっていうのが目標にしているので、毎試合自分が点取るっていうよりは結果に絡むっていう
ことを意識して最近はプレーしてるんで、もっともっと自分がチームのためにプレーするとか発言することによって、そしたらもっと僕の信頼も高まって、まあ、僕にボールをみんながくれるんじゃないかなっていうのがあるんで、答えは自分で分かってるんだね、やっぱり。じゃあそれはすごくいいことだよね。だから自分が周りを引っ張って、周りをできるだけ活かして、だから最後のところでパス出すっていうのは めちゃくちゃ大事なんだよね。それをエゴイスティックにシュート打っちゃったら、いや本当はしたくないです。ああそう、打ちたいです。でフォワードってゴールを直線的に取りに行ったら真っ先にディフェンスに防がれるもん で、はい、でそこで最後でパスを出したら試合の最後でパスが戻ってくるんだよね。お返しなんだよゴールって。だから最初はもう守備マックスでやって、はい、もうボールにめっちゃ絡ん でチームの流れを良くすることを前半ずっと考えて、はい、で後半相手もバテてきてちょっとずつスペースが生まれて、カウンターとかで最後簡単なボールが来て決めるっていうのがフォワードで一番美しい形なんだよ。そうやってあげたら絶対 お返しが来るから、絶対にギブアンドテイクだから、はい、うん、それでも分かってるよね、はい、それをやっぱ試合中意識しながら、いい声を出す、まあ、それはすごいです。で、嫌だ、まあ、チームが負けてたりちょっとイラッとするときに本音っていうのが出ちゃうと思うから、はい、そこだけ気をつければ、はい、また全然レベルも上がっていくし、ウィナーも強くなっていくし、はい、うん、個人的にもすごくいいプレイヤーになったら、それはもう絶対に見てるから、人は絶対に見てるから、そういうふうにやっていきましょう。はい、ありがとうございます。呼び出してごめんね。ありがとうございます。